勢いができてくるので、まあ、観察するときにね、その単純にね、まあ、シワがあったりとかしてもね、そのシワをそのまま真似るんだなって、どういう力によってそれがこうできてるのかというのをこうやってみるとね、全然説得力が変わってくるので、その圧力でこう肉がこう寄ってできる、なんか立体的なね、まあ、シワになるんですね。で単純なこう線みたいな溝とはちょっと違ってくるんですね。でその辺のその力の表現ということをこうできるとね、説得力がどんどん変わってくるんですね。ここだけのものじゃなくて、もうこっちからこう勢いっていうのがこう生まれてくるんでね。そうすると全然こう迫力が、まあ、変わってくるんですね。まあざっとね、まあ怒りとね、まあ、こういう感じで、でしょう。怒られて怒ってそうです。じゃあちょっと違う表情ね、こっちやるんで、なんかリクエスト。笑ってる。なぜ？うん。おお、嫌な笑い。オッケー。じゃあ、怒られた、友を助けて、怒り返して、その後笑うよ。ここ眉をちょっと上げてみます。この辺ね、こっち側にこう、まあ、引っ張り上げるね、力が出てくるんですね。それでちょっとこっちにこう上げることができます。それで、まぶたも多少引っ張られるとね、少しちょっと上に上がったりさせる。でまあ、この左の時とね、まあ、同じようにちょっとこうまぶた中心にね、少し寄らせてみるとね、少しこう肉出しが増すと思うんでね、まぶたがこう少しまぶたの力の寄り方ですね。で、まあそれの影響でね、こっち側もこう中心に寄っていったり。で、中心に引っ張られる力が出てきます。こっちも似合って笑ってくるんでね、ここがこう盛り上がったりします。今次で言うと、まあ、ここがこう引っ張られてるからね、それによってね、ここの部分の皮膚がこう薄くなってくる。で薄くなってくるとね、骨の形がもう少しこう見えてきたりします。で、起きてた、笑った時にね、またこっちも盛り上がってくるんでね、こうグッと押さえて、まあ、この辺までちょっと影響してきてね、あとはまあ、目尻に。目尻にこうシワが寄ったりするんだけども、まあ、なぜ寄るかというと、まあ、ここをグッとね、挟んでいく力が働いたりして、シワが寄ってきます。今、まあ、こんな、まあ、こっちもね、まあ、いろんなその力がこう働いて、
でそれによってこう皮膚が引っ張られて、で盛り上がりができて、でそんな感じでね、こう表情ができて。